5月31日、時刻は夜10時、天気、晴れのち曇り、アイビスのチルトーク、始まりますよ。さあ、始まりましたよ。まだ開けたい。連載企画になるか、打ち切り企画になるか、アイビスのチルトーク第1回、始まります。まあ、とりあえず1回目ということで自己紹介をしていきましょうということでですね、中村くんからお願いいたします。ボーカルの俊介です。22歳です。で、まあそうですね、好きな食べ物はハッシュドポテトです。はい、ギターの藤巻です。好きな食べ物はオムライスですよね。大体年齢言うても俺たち年同い年だよ。同い年だけど、まあ、22です。誕生日でも言っとけば。まだ22じゃねえだろ。21でしょ。21だった。カットカット。こういうとこある、こういうとこある。カットじゃない。こういうとこあるから。いや、マジで。ドラムの大成です。好きな食べ物、好きな食べ物はうどん。うどん好き。初めて知ったわ。俺も初めて知った。とりあえずうどんって言ってる。絶対適当じゃん。次はちょっと聞いたら違うこと言ってそうだよ。確かに。うどんなんだ。じゃあ最後、ベースやってます遠藤いつきです。好きな食べ物がラーメンですね。まあ音楽を始めたきっかけと影響を受けたアーティストとか、うん、時系列的にさ、こう始めた順番が早い人からそうね、まずいつ始めたのかとか。バンド始めたきっかけは、でも単純にドラムやってる人見て、うん、あ、俺もあれやりたいなっていうのが小学4年生かな。このドラマーってプロ？全然プロじゃない。なんか、あ、一般の人で。学校のなんか音楽会みたいな。単純に俺もあれやりたいみたいな感じだったんで。それで、習い始めて、その時はね、全然音楽正直興味なかった。ドラムは習ってたけど、音楽に全然興味なくて。そうなんだ。中学ぐらいから音楽聴き始めて、それがでも、バンプオブチキンかな。はい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 。バンプオブチキン。まあそうだね、俺らの世代だもんね、そう言うたら。で、高校ぐらいでユニゾンスクエアガーデン好きで、うん、ここら辺からちょっとドラムが楽しくなり始めたかな。なるほどね。じゃあ次、ユージ。俺か。いや、もともとでも音楽は結構好きでやって、中2の時かな、それが。クリスマスプレゼントにもらったんだよね、ギターを。それがきっかけで。よくコピーしてたさ、バンドとかさ。あ、でもウーバーは好きだったから、当時すっごい。そうだね。めっちゃめちゃ耳コピーとかはしたな。俺は中学校3年生の時にギターを始めたんだけど、俺本当は最初すごい有名だよね、ドラマーに。俺らの中ではね。俺らの中でそう、すっごいドラムを中学生の時にやりたくて、親にお願いしてダメで、で代わりに買ってもらったのがアコギと福山雅治のこうギタータブ譜みたいな。そう、それで、まあ、実際になんかバンドをやるってなった時に影響を受けたのはワンオクロックじゃないかな。最後、遠藤かな。そう、俺もね、もともと楽器始める前音楽がすごい好きで、小学校6年生の時に初めてブルーハーツを聴いてからね、音楽もすごい好きになって、で、ラットかな、中学校でラットを聴き始めて、ずっと高校までラットが好きで、で、高校の時にラットのベース超かっけーってなって、ベースやらせてよっ
ベース入れてって言って今ね入れてもらって今に至る感じですね。いやちょっと待ってちょっと待ってそこじゃないよね音楽の始まりえ音楽の始まりそこじゃないよねギターがあるんだ。あギターギターはねギターは俺はねもともとね俺らの大好きね。そう中学校卒業するタイミングでね、ベースってものを俺は知らなくて、ギターバンドといったらギターって感じで、まあまあまあ、ギターをやったんだけど、そう、ギターをやって習ってたんだけども、一向に上達しないし、俺としては楽しくないし、最初から弾けないからギターって、練習もしなかったんですよ。で、結局上手くならないまま1年持たずに辞めちゃって、で、何もやんないで、別にもう他楽器がないで音楽だけ聴いてて、そしたらベースっていうものを知って、ベースを始めましたね。なるほど。そう。いや、違くない嘘っぽいでしょなんかこれは何効果わかんない。これ何効果だから絶対音感みたいな持ってないベース歴イコールバンド歴はなんとなく俺としてはなんかね特別な思いがあるよね別に俺の歴じゃないけど、そうだねそうだねよしじゃあここへ次の話題に行きましょうか。お、はい、次のテーマはメンバーのここがすごい。いや一番ダメだって。ちなみにルール、ルールはあのルールとか他と被らないように。あ、それ俺も言おうと思ったはダメ。難しいな。うわあ、で超使おうとしてたわそれ。ユージが言われるだろうな。そう、俺から言われる。俺が言われるが、ね。そう、俺はね、藤巻君はね、ギターソロがねいいなって思うんだけどね、特にブレイズって曲ですね、ライトハンドのピロピロピロって感じの音あそこね、俺がそうベース弾いてるフレーズが俺がね超簡単だからね、弾きながらすごい聴けるんだよね、感動ができる。とてもいいよねあれはね、俺はすごい好きだねあれ。ギターソロかな急にそうなんか今アクロバットだったよ一番動きがあるなるほどね、ありがとう。ユウジのすごいところはやっぱ飲み込みの早さだと思うな、俺は。なんかあの曲をさ作るときに俺がさデモの音源を作らないじゃない、なんか iPhone のさあの録音のやつ撮ったやつを渡してるじゃん、とかスタジオで聴かせたりとかだからそういう。でもそれ言ったフレーズはほぼなんかもう 1,2 回ぐらいでさ飲み込んで自分のフレーズにするからそれはすごいなと思う。それでもあれだね、作ってきてくれてる俊介だから言えるあれだね。あ、そうかもね次は大勢からかな。じゃない。じゃあギターうまいねお、まとめてきたね二人の意見も。うまいね。あれなんか割とそのスタジオ連打とかなんかフレーズ忘れちゃったりとか割とあるけどさあるけど、なんか俺はそんなに心配しないっていうか、まあ、なんだかんだやってくれるっていうか、あ、めちゃくちゃ嬉しい感じ。言ってくれる。そう。ユージねすごいなと思う。ユージコーラスがうまいなって思う。あでね、それはね、いつ聞いてもそれは間違いない、ね、そうしっかりはめてくるから、すごいなって思うかな。いいとこ思いついたね、大成くん。いいでしょ、いいでしょ、うん、確かにそれうまいわ、うん、確かにうまいコーラス。ありがとう。うん、あのね、この前録音、レコーディングしたやつもね、俺結構好きだしね、あのコーラス。次、誰が言われに行きますか。大成。OK、 一番まあ俺作ってる身としてありがたいのはやっぱりドラムパターンとか含めて知識がすごく豊富だからさ、引き出し多いよね。俺にはなんか思いつかない、こういう流れの曲にしたいってな思った時にそのテンポを当てはめてくれるのはあの本当にすごいなって思う。
この引き出し多いのはすごいことよ。うん、何の音これ、ね、何の音これ。お風呂が沸きました。お風呂が沸きましたじゃんこれ。違う、誰の音今の。椅子だけでしょ、完全に。完全に椅子かけてる。大勢何喋ってるこれ。なんか大勢揺れてるよね。大勢、なんか動きはあるんだけどさ、声が何も聞こえない。声がないね。そう、あの、これ今聞こえた、聞こえた、聞こえた、今聞こえた。あ、聞こえた、聞こえた。なくなってる。よし、じゃあ次、ユージから大勢。これ。じゃあ俺はね、大勢に関しては、やっぱり、あれかな、あの、ライブとかでもさ、こう、すごい、なんていうの、安定してるじゃん。絶対にこう、走ったりしないから、なかなか。そこがやっぱり一番一緒にやってて楽っていうか、こう助かるなって思うとこかな。本当にそれは思うわね。だからなんていうの、やっぱりみんな走るじゃん、うん、そういう意味でドラムがさ、こうしっかりいることによって、まあ俺らもね、だいぶ楽にできるなっていうのはね、すごい毎回思ってる。だから、うん、そういう意味では俺はすごいなんかいいドラマを俊介見つけてきてくれたと思ってる。ありがとうございます。間違いない。すごいよね、あのさ、フィルとかやってもさ、ぶっずれないの。俺マジでリズム感結構ないから。最後、遠藤から大勢に。あーね、俺もね、ほんと藤巻が言ったリズム感のことを言いたかった。リズムっていうか、ブレーダーさんはそう、よどんってだけどね、だろうな。手数の多いフレーズの凄さっていうのを、俺なんかはうまく言えないんだけどさ、単純にさ、腕と足が別の動きをすることですら難しいのに、違う動きをしつつあの速さでドラム叩くからさ、すっげえなこれと思うよね。これはめっちゃかっこいいよね。かっこいい。大勢のさ、突然始まるさ、大勢のさ、ドラムのさ、ドラララみたいな、ハイレベルフレーズね、ドラララみたいな、それじゃん。他のバンドのドラムがね、あのアイビスのドラムは手が増えたんじゃないかって言ってたよ。手が増えた。あと手の本当に大手、手の本数がこう増えたんじゃないかって、なんか千手観音するように。あとでうちもう一個あったわ、もう一個あったわ。マジでいいよ。女子からすぐかっこいいって言われんの。嫉妬じゃん。俺、俺知らないんだよ。大勢くんかっこいいって言われるよね、すぐ。いや、俺も本当中学生の時にドラムで音楽始めなくてよかったって思ったもんね。ライバル、ライバル。俺、大勢には勝てなかったわ。じゃあちょっと俺最後やだから、俺がいいわ次。あ、俺が最後に言われるのかこれ。そう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 。まあまあリーダーだからいいんじゃない。うん。あ、そう。じゃあ次、ちょっと皆さんからありがたい言葉がいただけたら。藤巻からじゃないですか。俺から。うん。まあ俊介のいいところは、すごい自分にも自信があるところだと思う俺は。楽器が出されてきた。自分の作った曲にもだから自信を持ってるし。がやっぱりこうボーカルとしてさ、あの一番目立つポジションに立つ上で大事なんじゃないかなとは思うよね。なるほど。俺は絶対に無理だなって思うからといつも思ってるよ。確かにそういうメンタルはこん中だったら長けてるかもね。一番高いと思う。ガラスのハートだからね俺とか。いや、ありがたい。次は誰がいいの、大勢か。うん、うん、最初そのボーカルだけで最初やった時は、まあ、結構高い音とかで上手いなと思ってて、そしたら途中からギター持ち始めて、うん、ギターもやるんだと思って、うん、なんかまだなんとなく不慣れというか、うんうん、感じで、まあ、頑張っていくんだろうなと思ってたら、なんか気づいたらもうギターの知識がすごくて、すごいなんかそういうとこだと真面目だなと思って。うん、この間このレコーディングの時も思ったけど、ギターも普通にうまいんだよね、めちゃくちゃ。
あんまミスないよ。ありがたいな。俊介のね、ギターのミスがあんまりない気がする。ないね。俺が気づいてないだけかわかんないけど。あ、でもミス、俺がミスんないようにっていうのはすごい意識してるから、そう思ってくれてるのはちょっとありがたいな。うん、嬉しいな。そうだから嬉しいんだけどさ、めちゃくちゃ恥ずかしいんだよ。いや、俺ね、俺ね、慣れてないよ、褒められるの。そうだね。うん、直接言うことないもん、ね。確かにね。いや、ありがとう。ちょっとじゃあ、遠藤。俺はね、やっぱりこれにつけるね、作詞作曲ができるっていうね、これにつけるよね、作詞作曲。作詞はそう、俺も1曲だけね携わらせてもらってるけど、作詞作曲はさ、俺できないからさ、すごいよね。で、なんだろう、作曲作詞作曲した曲がさ、俺らのチャンネルに上がってる、花火なんて2000回ね再生してもらってるからね、ありがたいことだね。そんだけの人に、そんだけの回数を見てもらえる曲が書けるってのも俺すごいなって思うね。あとは、そう、あとね、もう一個だけなんだけど、もう一個だけね、ギターフレーズいいよね。藤巻のギターソロもそうだったけど。そのさ、喋り方なんなの、そんな都市伝説みたいなさ、いいよね。ギターソロがいいんだよね。そう、だから、そう、だからさっきも言った花火のリフだったり、うん、あと、なんだろう、扉ね、扉のリフだったりとかね、超好きだからさ、俺が。でも確かに、遠藤、毎回。そうそうそう、多いね、好きなフレーズが多い。るよね、うん、扉と花火、特に好きだね。うん、あと、イルミネーションとかも俺は好きかなっていう、そう、引き出しの多さがすごいなって思うかな、作詞作曲と。以上です。じゃあ最後、遠藤に、俺たちからリーダーに日々のね、愛のメッセージを、愛のメッセージを、ラブをお届けしていくわ。じゃあ大勢から。遠藤か、今日俺に関してダメ息、遠藤かちょっとすいません、傷ついちゃうから。ちょっといいですか。ガラスの心だから。ちょっといいっすか。いいよ。なんだよ、あいつ。危ないよ。これジョン・レノン。ジョン・レノン。なるほどな。よし、じゃあ大勢から遠藤に行こうか。遠藤はね、やっぱりすごいよね。ちょすごいところを言うことなのにさすごいなあのやっぱりさ、俺はさ、まあ、ドラムやってたからさ、 あれなんだっけ、入りやすかったけど、うん、そのバンド歴とベース歴が一緒なわけじゃん、うん、まして俺らみんな経験者、自分だけ初心者の中でまず入り込むっていう勇気、ここもすごいと思ったし、ちゃんと、うん、追いかけてくれるっていうか、相当練習してると思うんだよね、家で。はい、真面目ということで。お前、俊介の時は真面目だったよな。俺はね、遠藤に対してはね、すごく個人的には評価が高くてですね、前から音楽をやってた3人を既存って考えると、こう、なんだろう、俺たちをね、ちゃんとロックバンドにしてくれたのは遠藤じゃないかなって思ってる。そう、なんかバンドとしての魅力は薄かったと思うんだよ、俺ら3人の時は。そんなにちゃんと動いてはなかったけど、こうステージに立つとかさ、そういう花ではなかったと思うんだよね。多分一番さ、あの楽器とかさ、音楽を愛しているのはおそらく遠藤じゃない。やっぱそれがさ、そうだね、なんか無垢な形ですごくライブの中で出てるのは、俺はね、確かに一番楽しそう、俺らのバンドに新しい魅力をつぎ込んでくれたなって感じてるから、ぜひライブでは見てほしいよね。注目だぜこいつはすごいぞ、一度見に来いよ全米が泣いた派手だよ。今
結構全米が泣いて滑ってたけど大丈夫。これさ、内容の濃さ的に俊介最後が良かったな。そうだね。いや、だいぶすげえ、すんげえいい話してくるじゃんと思って俺。まあね。でも、まあ、俺は遠藤のいいところは、すごいね、なんでもね、こう、なんていうの、興味を持って聞いてくるところなんだと思ってて。うん、なんか俊介がこう曲作ってきたときに、なんかこう自分のベースのフレーズを作りたいってなったときに、このコードで使える音ってどれがあるのみたいなのを全部俺に聞いてくるのね、そういうの。俺にも聞いてくる。そうだからそういろんな人に多分聞いてると思うんだけど、そういうのをなんていうのかな、こうできないからやってとかじゃなくて自分で考えようとするのをまず偉いなって思うし、そこはなんかこれ遠藤のすごいなって思うところ。うん、あ、まあ真面目だよね。できないっつってこう投げるんじゃなくて、ちゃんとね、うん、自分で何とかしようと動いてるのがすごいなって思います。アロラ。みんなあれだよね。最初はさ、ほとんど全部俺が全部フレーズ作ったりしてたけど、もう今はさ、ほとんどみんなの見せ場というか。それぞれのフレーズはみんなアレンジしているよね。そうだね、遠藤も結構自分でアレンジしてるとこ増えてきたんじゃないかな。こう最近ちょっとねやり始めてるから、そういうの、うん、なんかそういうのも知って聞いてほしいね。なんか全員のアートになってきてる、ね、最近は。まあ、チルトーク初回もついにもう終わりを迎えていますが、俺ら全然チルじゃなかったよ。いや、俺らがチルじゃなかった。すげえ恥ずかしかった。いや、これちょっと見せるかどうか悩むぐらいやばいよ。恥ずかしいよ。あ、でもなんだろうな、ちょっとでも魅力をなんか拾ってくれたら嬉しいと思うし、このチャンネルにこの動画から入った人はあのきっとこの関連動画のところに俺たちの音源があるから、こんな音楽やってる人なんだなってぜひ聞いてほしいですね。じゃあチルトーク締めの言葉もまたリーダーからいただきますか。あ、本当に。うん、ね、動画にこれがなったら何分になるかわからないんだけども時間は1時間約15分経過しました。しました。いろいろトラブルもありつつ、なんとか連載するか打ち切りになるかわからないですけども見てくれたら幸いです。飛ばし飛ばしでもいいので、はい、いつまででも見てほしいです。ということで、第1回ヤイビスチルトーク、これにて終幕です。ありがとうございました。